さてここはどこですか。さっき撮ったけど、いや分かるやろ、ホテルや、分かるやろ、分からんかったら病院行け、病院すぐ行け、病院ネオパーク、ネオパークちゃんやせな、ホテルな、来たな。さっきあれやろ、もうどうせベッドさひっつけたりさ消毒したりしまっとったの知ってる。え、うん、知っとよ。さっき動画撮ったっけ。だからもうあれやな、なんとこのホテルの道路渡った向かいには隣には何がありましたか。コスモスないわ。普段のお前それスーパードラッグストアやね。なんでスーパーやったっけ。イオン、そうイオンがありました、大きい。だからそこでなんとしゃぶしゃぶ食べ放題をパパと食べましたね、うん、パパと子供たち。ハーゲンダッツも食べた。でハーゲンダッツも食べ放題やったね。セは食べてないけど、そうパパとシンとリオと何でも食べて、セは好きなもの買い物して食べとったな、うん、あシラスご飯とかな。なのでジュースも飲んだし、シャーベットも食べたし、ハーゲンダッツもいっぱい食べたし、なんとお肉がめっちゃ美味しかったですね。全部合わせて4000円ぐらいやった。そう全員でな、4000円何で食ったやばいな。チビが痛いよ。リオ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 。そして道路渡って30秒のこのホテルに戻ってきました。イエーイ。でショックなのが大浴場温泉があるって言ってて、けど今日は予約制なんでいっぱいですって、あのチェックインの時間に言われて言うけど、そんなんきつない。昼3時からな、昼3時から夜の夜中の1時までどの時間も1個も空いてます。ほんまにほんまにと思って、そんなチェックインの一番最初にチェックイン来てるのにそんなんいっぱいって、みんなどうやって予約してるのに、テレパシーって糸電話ほんまにと思って、いやさ夜来たら分かるで、みんなも予約してるいっぱいですって、マジでって、って夕方まで明るい時間来たのに、ってなって、わ聞いてないな。えということで大きいお風呂に入りました。ああ。まあでもシャワーしたかったらそのこの部屋にあるシャワーだけできるからね。あ、まあそうやな。ちっちゃいけど。じゃあしんちゃんシャワーの歌歌ってみて考えてはる。シャワーの歌。せーの。トミカ。トミカ。シャワー。シャワー。そのシャッターやつ。シャッターやつ。シャッター。シャッター。いやそれちゃうよ。それちゃうよ。それなんて言うの。それなんて言うの。ストラスって言うの。ベルギウス。ペルギスやろ、ペルギスやろ、ペルギスはどんなシャワーに、シャワーに言ってた今、シャワーに言ってないよ。え、なんて言うの、シャワーに、シャワー言ってるやん。他にある、他にシャワー、いやもうシャワーって言ってるやん、レオシャワー言ってるやん、バイバイ、シャワーがしー、いや、サワーがしー、シャワーはシャワーはシャワーザワーはやからな、シャワー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 なってるよ、シャワーがシャワーシャワーシャワーって言う。パパ、なんか飲みたいの。なんでなんでなんで、パパ飲みたいの、なんかパパは今レモンシャワーレモンシャワーみたいな。せーせー、ゾウの赤ちゃん見えた、せーせー、ゾウの赤ちゃん見えた、せーゾウって分からへんか、なん分かれへんやろ、せーは英語専門やから、エレファント見えた、エレファント見えた、なん見えてない、なゴーストが見えた、ゴースト見えたかん、どこ行くね、どこ行くね、どこ行くね、もう次行きたいね、次行こう、次行こう、レッツゴー、行こう、走りたいね、オッケーオッケーオッケー、イエー、はい、京都来ました。はい、なんで来たか知ってる、知らんの。あー残念、あのしんちゃん運動会の代休があるから、はい、休み長いから、はい、通常の3連休プラス1日やから、はい、あのなおか出かけたり出かけたりっていうか、とりあえず目的の秋に来ました、京都に。はい、京都泊まったら、はい、ほぼタダで泊まれるの知ってるやろ。はい、はい、このハゲのおっちゃんと一緒に泊まります。はい、はい、でイエーイ、ここのホテルはプランな、6人やったら6人の割引をせなあかんねん、うん、子供がタダでも6人の割引をせなあかんねんけど、うん、大人分しか割引してなかって、うん、違反やねん、やったらあかんことやな、分離違反やな、やっちゃってるから、それをちゃんと6人分ちゃんと払うから6人も割引してくださいって今言いました。じゃあちゃんと6人泊まるようになりました、はい、OK、はい、行こう、レッツゴー。はい、4人でしゃぶしゃぶ食べてます、イエーイ、おいしいでした。はい、あとでハーゲンダッツあるな、やった、あれ、いや顔おかしいからさあ昨日は急遽予定がなかったから京都に来ましたけど、京都ではほぼ南部線とイオン行っただけだったな、はい、で今から名古屋に向かうことにしました。はい、っていうのは東山動物園っていうところで、まあ1回だけほんまに5分ぐらい入っただけで帰ってんけど、ゾウの赤ちゃん生まれてんて、ゾウの赤ちゃん、
見たいぞ、中ちゃん見たことないわ、ほんまに。なあ、知らん、知らんおっちゃんおばちゃん中ちゃんやったら病院行ったら見れるけどさ、ゾウの赤ちゃんはなかなか見られへんね。見に行く？行こうか。ほんで、しかも今名古屋は雨やから、ちょっと人少ないねんて、3連休やけど。だから今のうちに行って、やんだタイミングでゾウの赤ちゃん見て、見終わった後、水族館人が空いてきた時間で、水族館でイルカとかシャチ見ようか。オッケー、じゃあレッツゴー！はい。よし、行くぞ、レッツゴー！レッツゴー！でもそれダイナマイトやからそれ。ダイナマイト幼稚園着いたよ。ほとんど言うてへんやろあんた。着いたな。わかんないもん。そうやな。あの今日はな、3連休で雨が止んだからむっちゃ多い。さっき雨降っとったやんか、止んだからむっちゃ多い。うん。そうだから外の動物園で人がおらん場所、おらん場所見ていこう。うん。オッケー。やった。な。さあここは東山動物園の展望台です。東山動物園でここ。え、セタダンス踊らなあかんやん。いや、それジャニーズの東山のりゆきさん。オッケー。足めっちゃ上げる人。同じ東山やけど。いや、すごいな、見晴らしが。マンション多いな、やっぱり。うん。なダンスどうしたん？早く動物園行こう。ま、マンション見へんの？え、ま、天下統一じゃとか言わへんの？言わへんか。動物見に行く？行こうか。え、動画やで。来て来て。カメ、カメ。カメ。ええカメやん、うまいうまいうまい。ほらほら見えた、ゾウの赤ちゃん見えた、ほらお父さんかお母さんか白木に一緒に歩いて、お母さんかな、全員おじいちゃんに見えるわ。ゾウの赤ちゃん見えた人、はい、どんなんやった赤ちゃん、どんなんやった、こんなんしてこんなんしてた、そんなんして食べとったねえさな。いやそんな振り回してへんやろ。激しい赤ちゃん。さっきのゾウの赤ちゃんはうららって言うの、うららって言うの、うららうららうららって、なんで知っとんねん、なんで知っとんねん、なんで知っとんねん、うらら、何しとんねん。あー、名古屋港水族館着いたんやけど、3人寝てますね。完全に寝てる、ま、寝てるからもう行くやめようかな。寝てますね。あれ、あ、え、え、あれ、あれ、あれ、え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 、いや、起きてるやん。分かってるけど、こんなまま乗ったら違反やから、このまま運転してないやんな。うん、ちゃんとシートベルトして乗ったな。はい、今、え、かわいい。さっき顔だけ見とった気がしてんけど、これ。え、さっきどうなっとった？さっきどうなっとったこれ？え、怖い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 、めっちゃ怖いやんこれ。っていうかな、あのさ、今日車で泊まりたい人。はい。そう、夏は暑いし冬は寒い、今の時期ちょうどいい。じゃあね、あのな、ホテルがさ、もうタダみたいに安いとこあんねんけど、そこで泊まろうかなと思ってんねんけど、それでもタダみたいに泊まれても車の方がいいの？な、車がいい。なおはどっちがいい？車。じゃあな、前昔一回車に乗った時な、楽しかったし、泊まろうか。な、うん、はい。じゃああの、今日は名古屋港水族館で、さっき動物園行ったやろ。今から水族館行くやろ。うん。で、ちょっとゲームして、温泉行く方行って、うん。この水族館からレゴランド近いの知ってる？知ってるで。5分10分ぐらいかな、もうめっちゃ近いね。こんな具合に。でもレゴランドの駐車場に止めて、ほんでそのまま寝ようか。なほんだもう朝起きたらレゴランドやもんな。ゴーゴーレゴランド、およしとんの、ね、何ですよ、ゴーヒロミみたいな。ゴーですみたいな、何ですよ、何ですよ、寝ようか。ジャパンって言って、ジャパン。知らんやろ。いんちゃん、椅子戻してください、ボタンスタート、スイッチオン。うわ盛り上がってる、誰かが入ってるんちゃうで。あ、椅子直った。はい、ということで椅子が戻りました。いや、ハワイの格好、ハワイでバカンスしてる顔やんそれ。さあ、さっきシート1個倒したけど、これシート2個倒すこともできる。後ろも倒して、さらにこれも倒せんねん。押してみて。知ってるよ、知ってる、これ。そう、逃げた逃げた、勝手に、うわ勝手に早いろ、勝手に。これさっきよりめっちゃ広なんで、これ、お父さん前ぐらい行けるで、これ。これちょっと分かりにくい、こっちも降りるし。わー便利やろ、便利。でもな、広い車ってな、いっぱいあんねん、多分。だけど、うん、早いねん、これ。早いねん。安全やし。安全やねん、そうやねん。事故の時一番かい、もう安全なんがいい、うん。普通の広いやつはさ、やっぱぶつかったら事故で死んだりするやろ。もう安全なんがいい。うん、重たいから安定すんで。そう、これドイツで、300キロとか超えて走る車やから、もうむっちゃ安全に作ってんねん。えぇー。安全第一。あ、言うて。安全第一。